はい、こんにちは、116インズです。今回はコンフの FA 市場についてお話していこうかなと思いますが、シーズンが終わった後、冬の楽しみといえばやっぱり移籍市場。昨年は惑星最高の選手こと大谷選手の動向が特に注目を集めましたが、コンフも若きスーパースターフアン・ソトが FA となりますので、彼の動向もコンフ注目の的となりそう。そんなコンフの FA 市場についてポジション別に注目選手をチェックしていきましょう。はい、まずはキャッチャー市場ですが、コンフはあまり目玉と呼べるような選手はいませんね。レギュラークラスですと今季はダウンイヤーでしたが、例年は攻守に平均以上のプレーを見せてくれるダニー・ジャンセンがいますが、その他ですとフレーミングに定評があり、かつ今季はキャリアハイとなる17ホーマーを放ったカイル・東岡、クワーズで確かな打力を見せたこともあるエリアス・ディアス、ジェイコブ・スターリングス、あとはカーソン・ケリーなんかもいますが、全体的には地味な印象です。続いてはファースト市場ですが、目玉はピート・アロンゾとクリスチャン・ウォーカーの2人。アロンゾはここ2年間 WRC プラスが120程度と、彼クラスのスラッガーにしては物足りなさも残る部分がありつつ、毎年30本以上期待できるパワーはやはり魅力であり、彼が希望する金額を出すかともかく、長打力を求めるチームには選択肢になりそう。ウォーカーは来季が34歳のシーズンと年齢面がややネックですが、直近3年間の WRC プラスがこちらも120前後で、かつリーグトップレベルの守備力もある点はアロンゾと明確に差別化できる点としてあり、またアロンゾと比べて安価に済みそうな点も含めて興味を集めそうです。この他ファースト市場は実績十分なベテラン選手も多く、今季 WRC プラス100と MLB 初昇格以降では最悪のシーズンとなったものの、ほんの2年前に MVP に輝いたポール・ゴールドシュミット、年々打撃が悪化傾向にありますがアンソニー・リゾー、38歳ながら WRC プラス114、 OAA プラス14と攻守に活躍したカルロス・サンタナ、39歳で打力はまだまだ健在なジャスティン・ターナーもいます。続いては二遊間市場、ここは目玉クラスとそれ以外の差がやや大きめな印象。ショートの目玉はやはりウィリー・アダメス。今季キャリアハイとなるホームラン32本、ベースボールレファレンス算出のウィンザーリプレイスメントで 3.1 と、特に攻撃面が光ったシーズンでブルワーズのまさに中心選手だったわけですが、一方で2022-2023年と大幅なプラスを稼いでいたショートの OAA は今季プラマイゼロ、 BRS に至ってはマイナス16と大変なことになっていますが、これをどう評価するか。ショートとして興味を持つ球団は当然いると思いつつ、コンフはサード市場が非常に層が薄いですので、サードとしての獲得に興味を持つチームも出てくるかも。セカンドでは今季ダウンイヤーとなりましたが、グレイバートーレスは来季がまだ28歳のシーズンと若い点はプラス。昨年比で攻撃指標は軒並み悪化し、セカンド守備もあまり期待できない選手でありますが、ボール球を振らずスイートスポットに入れるのはうまいですから、うまく活かせるチームがあれば。メジャー移籍後4年間合計でウィンザーリプレイスメント 15.3 と一流クラスの成績を残してきたキム・ハソンは、健康ならいい契約が期待できましたが、肩の関節芯の手術を受けたことがどう影響するか、来季の稼働に少しでも不安が残る場合、短期契約に落ち着かざるを得ない展開も十分考えられます。この他平均以上の打力を有しながらも、今季ものの見事に T モバイルパークの闇に飲まれて WRC プラス92に終わったホルヘ・ポランコ、メッツの OMG 旋風を支えているホセ・イグレシアスなどの動向も気になるところです。続いてはサード市場、ここはコンフかなり層が薄いポジション。ダイヤモンドバックスがオプションを行使しなければエフェニオ・スアレスが出てくる可能性もありますが、そうでないと本当にレギュラークラスとして活躍が見込めそうなのが目玉のアレックス・ブレグマンしかいなさそうと、そのブレグマンに関しても悩ましい部分はありまして、攻撃面の天井は昨年契約まで難航したマット・チャープマンより高いと思いつつ、今季の WRC プラスは118と過去3年間で最低ですし、守備面もうまいですがチャップマンほどでもないと。もちろんそのチャップマンは先日6年総額1億5100万ドルの大型契約を結びましたし、そのチャップマンより1つ若いブレグマンはそれ以上の契約は期待できるのかもしれませんが、すんなり踏み切るチームはいるのか。しかしこのブレグマンの次のサード、おそらくこのままだとヨアン・モンカだとなると、サードをコンフ FA で強化したいチームは事実上ブレグマンしか選択肢がなく、意外と人気が出たりするんですかね。外野手市場は複数年契約が期待できそうな選手が何人か。まず何と言ってもフアン・ソトですよね。ヤンキースに移籍した今季、ジャッジと強力な中軸コンビを組み、157試合でホームラン41本、 WRC プラス180は共にフルシーズンではキャリアハイ、ウィンザーリプレイスメントも 7.9 と申し分なく、 MVP 投票でも上位に入ってくることでしょう。これでまだ25歳のシーズンを終えたばかりなのが、外に関しては恐ろしいところで、契約総額で5億ドル、6億ドル、現在価値ベースで昨年の大谷選手以上の契約総額になってもおかしくはなさそうです。ヤンキースをはじめとしてビッグマーケットのチームが獲得に興味を持つと予想され、外の動向はコンフ一番の話題となりそうですね。昨年オフ期待していたようなオファーを得られず、1年契約でドジャースに加入したテオスカー・ヘルナンデスは今度こそ大型契約へ。154試合でホームラン33本、WRC プラス134と見事にかつてのスラッガーぶりが蘇りました。
アンソニー・サンタンデールも FA を前に今季44ホーマー、WRC プラス129とキャリアイヤー、テオスカーと比べて2歳若く、総額1億ドルクラスの契約も期待できるかもしれません。近年怪我に悩まされてきましたが、今季31ホーマー、WRC プラス131と復活を印象付けたタイラー・オニール、2年前のオフに期待していたようなオファーを得られず、今季年俸たったの100万ドルからオールスタースタメンまで駆け上がったジュリクソン・プロファーの2人も、今オフ複数年契約を勝ち取るかは気になるところです。野手の最後は DH 市場。昨年はここに大谷選手がいましたが、今オフに関しては複数年契約を期待できるような選手はいないかもしれません。しかし実績十分な選手は多く、ジョック・ピーダーソンはプラトン起用が前提とはいえ、今季132試合で WRC プラス151と化け物クラスの成績を残していますし、 JD マルティネスは今季 WRC プラス108と2023年比では成績を落としたものの、まだまだやれそう。ファースト市場でも名前を挙げたターナーもマリナーズ移籍以降 WRC プラス126と結果を出していますし、アンドリュー・マカッチェも3年ぶりに今季20ホーマーを達成。マカッチェンはパイレーツで現役を続けるか引退かみたいなキャリアのステージかもしれませんが、それ以外の選手たちについては攻撃力の底上げを図りたいチームとの契約は期待できるかなと思っています。ここからはピッチャー、まずは先発投手市場ですが、先発の選択肢は今季結構ある印象です。大型契約を期待できそうな選手ですと、3年前にサイ・ヤング賞に輝き、今季も32先発で防御率 2.92、ウィンザーリプレイスメント 3.4 を叩き出したコービン・バーンズ、今季防御率 3.25、ウィンザーリプレイスメント 3.5 のマックス・フリード、昨年のサイ・ヤング賞で今季ひどいスタートを切りながらも、7月以降 MLB トップの防御率 1.23 と、サイ・ヤング賞たる姿を見せたブレイク・スネル、1年契約ながらウィンザーリプレイスメント 3.1 の好成績を残したジャック・フラハティ、この辺りの面々は総額1億ドル以上の契約、バーンズに関しては2億ドルクラスの契約も期待できそう。契約規模的には彼らほどではないかもしれませんが、今季インパクトを残した選手であればショーン・マナヤも防御率 3.47、 ウィンザーリプレイスメント 3.0、 セベリーノは後半戦少し成績を落としたものの、しっかりローテーションを守れるところを再び示したシーズンとなりましたし、菊池雄星選手もアストロズ移籍後防御率 2.70、 さらに支配力も示したことで、こちらもなかなかの契約を得られるんじゃないのかなと。バウンスバックへの期待込みですと、殿堂入り確実のジャスティン・バーランダー、マックス・シャーザーの実績を買うチームはいるでしょうし、トミー・ジョン手術の影響は懸念されるものの、シェーン・ビーバーを2年くらいの契約で囲って、かつての姿を取り戻すことに期待するチームもいそう。怪我から今季本格復帰を果たしながらも16先発で防御率 5.38 と、散々な1年を送ったウォーカー・ビューラーも、怪我前はドジャースのエース格として活躍したわけで、うまく改造できる自信があるチームが1年契約で獲得しそうですかね。この他 NPB からは、今季見事に復活を印象付けるシーズンを送った菅野智之選手の動向も注目されますし、小笠原慎之介選手についても同様ですかね。そして最後はブルペン市場。こちらもハイレバレッジシチュエーションでの活躍が期待できる選手が今オフは多いかなと。ここ2年間 MLB でトップレベルのリリーフとして活躍し、今年に至ってはウィンザーリプレイスメント 4.0 と一流野手並みの成績を残したタナー・スコットは、まあ、昨年のヘイダー級とは言わずとも、あの支配力を得るために大型契約を提示するチームが出てきてもおかしくはないですし、今季はとにかくセーブ失敗が目立ってはしまったものの、 MLB でトップクラスにゴロを打たせるのがうまく、本来だったらダメージを抑制できるクレイ・ホームズ、今季61試合で防御率 1.17 と驚異的な成績を残し、来季38歳のシーズンながらも、もしかしたら複数年契約を勝ち取ってしまうかもしれないカービー・イエイツ、今季は安定感抜群だったカルロス・エステベスもいますよね。ジェフ・ホフマン、ブレイク・トライネン、デイビッド・ロバートソンも今季の成績に関しては文句なしですし、 AJ ミンターですとか、かなりブルペンの選択肢はあるんじゃないのかなと思っています。ということで、ポジション別にざっと見てきましたが、全体的に目玉級の選手が少なめな印象がある中で、やはりその中でもズバ抜けた存在である外の動向が一番の注目ポイント。一体どこへ行くのか、いくらもらうのか、今から気になります。また昨年は放映権収益の不透明さからなかなか動けないチームが多く、目玉選手でも契約が決まらない部分もありましたが、コンフの市場はどう進むのか、こちらもどうなっていくでしょうかね。皆さんのコンフの FA 市場における注目ポイントなんかもコメント欄で教えていただけると幸いです。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。